Spinner。J-Wave Innovation World Ella Podcast from the Next Ella。ノンがナビゲートしています。イノベーションワールドエラ。ここからはさまざまなジャンルのイノベーターをお迎えするトークセッション From the Next Ella。対話の中からイノベーションの種を導き出します。今月は雑誌ブルータスとのコラボ企画を展開中ということで、このイノベーションワールドエラのナビゲーターによる対談をお届けしています。今回お迎えしているのはアジアンカンフージェネレーションの後藤正文さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。いえいえ、こちらこそ。前回は後藤さんがナビゲーターとしてノンにいろいろ聞いていただいたんですが、はい、今回はノンがナビゲーターで、後藤さんにいろいろお聞きしたいと思います。ありがとうございます。ちょっとお恥ずかしいんですけれども、はい、私閃光ライオットっていうのの応援ガールをやったことがあって、はいはいはい、その開会式でなんかギターを弾くっていう儀式が あったんですけど、はい、その時にアジカンのリライトを一節だけ聴いて開会したことがあって、すごい、ありがとうございます。いや、こちらこそお世話になってます。いえいえ、とんでもない。ちょっとご本人にお伝えするの恥ずかしかったんですけど。ああ、そうですよね。勝手に弾いてました。いえいえ、とんでもない。超かっこいいからこれは弾きたいと思って練習して、そんな感じでちょっと私は緊張してるんですが、いえいえ、聞いていきたいと思います。はい、お願いします。ブルータスの紙面でもラジオ特集を展開しているということなんですが、はい、後藤さんはよく聞いてたまたは影響を受けたラジオ番組などありますか？ああ、影響を受けたラジオ番組か。昔ね、はい、高校生の時に面白くて聞いてたのはよいこさんのラジオがあったんですよ。はい、あ、よいこさん、はい、はい、めちゃくちゃくだらなかったんですよね。それを聞いてゲラゲラ笑ったりしてましたね。学生時代まで遡ると、はい、どういうラジオだったんですか？なんかね、授業みたいな区切りみたいになってて、なんか2人が交互になんかすごい変なキャラになって、もう、はい、むちゃくちゃなくだらなさだった気がしますけどね。なんかもうちょっとコントみたいな、そんな感じだった気がしますよ。勉強しながら聞いてて、勉強しながら聞いてた。そうそう、俺それでやっぱ勉強できなかったんだなと思ってね。そういうことするからみたいな。そんな、あんまり勉強得意な方ではなかったんですね。高校生になって落ちこぼれたんですよ。意外。中学校まではすごい、すごいって言ってもあれですけど、その自分の中学校の中では別に成績そんな悪くなかったんですけどね。バンドはどういうきっかけで始められたんですか？バンドは僕始めたの遅くて、それこそ高校生の頃とかって自分がバンドやるなんて思ってもみなかったんですよ。あ、そうなんですね。はい、大学に行こうというか、まあ田舎を出ようと思って東京に出てきて、はい、で予備校に通ってたんですけど、はい、その時の友達にいっぱいこう海外のバンドの CD を借りて、それでなんかやってみたいって思ったのがきっかけですね。はい、バンド楽器を買ったきっかけはもう特にそこで。ギターだったんですか？そう、ギター買いました。質屋立川っていう、あの東京の町の、立川にはウィンズがあったりとかね、南武線ってこう川崎まで走っ てギャンブルやる人がたくさん乗るんですよ。あ、そういう町だったんだ。 それで、まあ、まあ、競輪場があるから質屋がいっぱいあって、あ、なんかそう質草に入れてギャンブルの金を借りるのかどうか分かんないですけど、とにかく質屋がねいっぱいあったんですよ。ああ、そうなんですね。そうそう、そこに、その質屋街でギターを買いました。僕は楽器屋がどこにあるか分かんなかったんです。だからたまたまこう予備校までの通学路というか駅に向かっていく途中に質屋がいっぱいあったから、そこで、あ、楽器売ってるっていうのを覚えてて、はい、買いに行ったんですよね、質屋に。そうなんだ。あそこならあると思って。どんな感じでっていうか、最初ですか？何をやってましたか？最初はそうですね、一番最初にやったのはそのオアシスっていう僕好きなバンドがあるんですけど、イギリスの
オアシスの曲を弾きたくて、とりあえずコードとかは友達に教えてもらって、握り方とかね、なんとなく、なんかどうも楽譜が売ってるらしいっていうのを聞いたんで楽譜を買いに行ったんですよ。それを見たんですけど、数字が書いちゃってよく分かんなくて意味が。でまあ一応なんかそれも友達ギターやってるやつがいたんで教えてもらって握ったんですよ。で弾いてみたけど絶対に違うって思ったんですよ僕。そのタブ譜の、そうなんです、押さえ方がしてない、こんな握り方をし、その僕が好きなノエル・ギャラガーっていうギタリストと同じ音が出ないっていうか、どうされてもその音が出ないから違うと思って、はい、その後はもう夜中に当時あのイギリスのロックを流す番組やってたんで、そのオアシスのライブとかを録画して、はい、あのストップ、はい、一時停止して、あ、どう握ってるか研究して。違いました？違いましたね。結構違う時ありますよね。ありますね、売ってる楽譜と。その時からやっぱ楽譜はもう売ってるやつは本当のことは書いてると限らんぞっていうのをその初心者として勉強したというか。すごい、私めちゃめちゃタブ譜のこと信じてました。でもねタブ譜ってすごくね便利で、この年になってくるとアジアンカンフージェネレーションも楽譜発売するじゃないですか、はい、あれをね、はい、僕ギターの北君とかと時々読んだりして、はい、あこっちの方が簡単じゃないみたいな弾き方が書いてあったりするんですよ。ああいうのって知らず知らずになってるもんなんですか？どういうものなんですか？僕と北くんは我流で楽器を始めて今ここに至ってるんで、すごいややこしいフレットの選び方をしてたりとかするっぽいんですよね。あ、そうなんですね。だからそのあの楽譜作ってる人たちはその音楽の専門学校出たりとかしてる人たちだと思うから、はい、こっちの方が楽だよっていう握り方に修正されてたりするんですよね。もしくは僕らがまさかそんな触り方しないでしょって感じで弾いてるのかもしれないんですけど、おいケンちゃんって、ケンちゃんですけどギターのクラゲルのこと、ケンちゃんこっちの方が楽じゃないみたいなこと言って、はい、二人でじゃあ変えようこっちにとか言って、そういうこともあります。そうなんですね、はい、おお、はい、そうなんだそんな感じであの音楽始めて練習して、途中からいくつかコード覚えたんで自分で曲を作るようになりました。ノン、はい、さんは曲作りとか詩を書いたりとかしてると、うん、なんかみんなを応援するような詩を書こうって決めても、うん、怒ってる詩になっちゃうんですよ何を書いても。なのでそれを今明るい詩を書こうって頑張ってるとこです。ノンさんは曲を書くと詩が全部怒ってる詩になっちゃう。そうなんですね、多分なんか一番怒りの感情が自分の中でフランクっていうか、はいはいはい、出すのが恥ずかしくない感情なのかなって思う。すごい、めちゃくちゃ最近僕読んでたハードコアパンクの本の人たちが言ってることと同じこと言ってますけど、そうなんだ、怒りが原動力だみたいな。そうですね、パンクなんですね基本的には、ね、だからねスピリットがね、はい、もしかしたらのさんはそうかもしれないです。かっこいいですね、はい、曲作りがすごいいつも難しいなって思います。詩がポンポン出ても、うん、どうやってなんかこう、うん、勉強されたんですか曲作り。僕はだからその好きだったオアシスのノエル・ギャラガーのコード進行をいっぱい覚えて、はい、すごく感動したのがノエル・ギャラガーってコード4つぐらいで1曲作るんですよ、うん、その組み合わせだけで持っていくんですけど、あ、こんなにシンプルなコード進行でこんなにすごいメロディーの曲が作れるんだってことに感動したので、その勇気をもらいました僕は。自分自身でいろいろ発掘してってっていうことですよね。かもですね。だからその例えばギターって最初 F でみんなつまずくっていうじゃないですか。はい、ノエル・ギャラが F とか一個も抑えない曲とかいっぱいあるんで。ああ、そっか。ノンさんは話してると歌詞は結構好きなんですね書くのが。あ、詩書くの好きです。うん、それ素晴らしい、素敵なことですね。後藤さんは詩を書くとき、うん、どんな感じですか？僕ね結構ね詩はすごい好きですよ書くの。だけどねあの意外とねあのなんていうんですかね、こだわりがないといえばないんですよ。だ友達とか知り合いにはこう一字一句なんて言ったら正しい詩があるみたいなアティチュードで書くというか、ものすごい最後まで粘って詰めて、うん、素晴らしい詩を書き上げようとするみたいな態度で、あの困る苦労する人ってたくさんいると思うんですけど、
僕意外と適当っていうか何でもいいと思えちゃうっていうか、すごい意味わかんないなとくるって思ったりするんですよ自分の詩時々。そうなんだ。あの、はい、でも歌う日までに意味わかるようになるんじゃないみたいな気持ちもあったりとか。はいはい、そうなんだ、それも素敵ですね。そうなんですね。すごいずしがずっとくる詩を書かれるなって、はい、そうです思ってました。あ、嬉しいですね、嬉しいですね。ガツをすごい追求してる方なのかと思ってました勝手に。ああ、使ったことのない言葉の組み合わせとかってきっと面白いんじゃないかなと思ったりとか、なんか言ってること分かんないけど文字だけ読んだら分かんないけど歌ってみたらよく分かるってことがあったりしません？あ、はいはい。俺多分消してリライトしてとか多分俺読んでも言ってること全然わかんないと思うんですよね、リライトって。なるほど、詩だけで認識するとってことですね、はいはい、でもあれ、これカラオケでなんか行って歌ってもらったりしたら、はい、なんかあのわーって感じ、はいはいこの感じねみたいななるような気がしていて私カラオケで歌ってました、はい、キーを上げてでも今歌えないからすごい今カラオケ行きたい、はい、そうですね、カラオケもなかなか行けないですもんね。そうですよね、そっか、歌うとっていう。そうそう、でも人の歌とかも歌うとよく分かることってある気がするんですよ。言葉だけにこもってないはずだっていう思いとかって、はい、だから辻褄が合ってなくてもメロディーがつなげてくれるというか、はい、意味を、はい、とかこう多分あ怒ってメロディーだって分かるわけですよね、歌ったりするととか、うんうん、これはなんかフラストレーションが弾けさせるために用意された言葉とメロディーなんだって思ったりするから、はい、だから言葉だけに寄っかかると僕はなんか危ないかなと思ってやってるんですよね、いつも。勉強になるいやそうなんですよねめちゃめちゃ今面白かったです、お話が。人の曲とか聞いててあ、この人なんでこんな言ってるそばからすごい入ってくる言葉かけるんだろうとかって感動することもあります、もちろん、はい。この後も後藤正文さんのライフヒストリーさらに伺っていきます。ノンがナビゲートしていますイノベーションワールドエラー、今回はブルータスとのコラボ企画でアジアンカンフージェネレーションの後藤正文さんをお迎えしています。これは音楽史の中で、はい、バンドを一つのカルチャーと捉えると後藤さんはどんな説明をつけて紹介しますか？うん、あ、なるほど。これはですね、バンドっていうのは、だから僕らがやってるロックバンドっていうのはその、はい、誰がやってもいい音楽としてこうなんていうんですかね、まあ、市民の音楽ですよねこれは、うん、反権威的な音楽ですよ。で基本的にはもともと音楽って、まあ、宗教だったりとか、はい、その次は貴族たちですよね、その後はお金を持っているブルジュアジーたちが劇場とかを作って音楽ってやっぱりこうずっとやってきて、割とこう権威的なんですよ、力を持っている人たちがこうや守ってきたものでもあるっていう、その特にこう残ってるものっていうのは。一方で僕らはこう普段から楽器も弾かずに歌歌ったりするじゃないですか、そのかくれんぼしましょうみたいなのでも分かんないけど、あ、にらめっこしましょうかとかでもそうかもしれないけど、ああいうメロディーとかっていうのはまあずっと残ってるわけじゃないですか、はい、でもそっちの系譜ですよねバンドっていうのはね、だからね、口伝えの音楽っていう、で書くってことはめちゃくちゃ政治的なんで、はいはい、書き残す楽スコアみたいのが、まあ、権力の側の音楽としてずっとこう、うんうん、まあ、こっちが後ですみたいな流れがあって、まあ、ある時期からこう誰でもできるようなものとしてこうなんて言うんだろう出てくる、遡っていくとこうなんていうんですかね、吟遊詩人とかね、はいはい、荘園とかを中世渡り歩きながらこうバイオリン弾いたり弦楽器弾いたりとかする、もともとこういう発弦楽器って弦を弾いて弾く楽器っていうのはもう癒し楽器とされてきたみたいな歴史もありますし、だから庶民の市民のっていうか在野のっていうか、はい、そういうものだと思いますバンドって。なんかめちゃめちゃかっこいい、バンドがかっこいいと思える説明だった気がしますだからでも民主主義みたいなの体現してんじゃないですかバンドっていうのは、音楽はもうみんなのものだってことをこう体現するのがこうロックとかパンクとかの役割というか、ヒップホップもそうですよね、マイク一本で
やれるんだっていう、うんうん、話半分にしといてくださいね、歴史の話はね。あ、でもすごい面白かった。一方で、はい、ソロ活動の他コラムの執筆など、うん、はい、多岐にわたる活動を展開されていますが、はい、編集長をやられたりとか、はい、こうした活動の幅を広げられることになったきっかけなどって。そうだな、やっぱり東日本大震災ってすごい大きな体験で、自分にとっては、はい、生き直そうと思いました。なんかあの時に僕は運よく生き残ったと思ったんですよ、自分が。はい、うん、こんなに大きな災害が起きて、あ、俺運が良かっただけだなと思った。でその後知り合った人たちたくさんいますけど、やっぱいろんな喪失を抱えてる人たちがいらっしゃったりして、はい、そういうこととかも考えると、やっぱり自分の命っていうのをこう粗末にはできないなと思って、うん、で粗末にしないってどういうことかなって思ったんですよ、はい、それは、はい、誰かのために生きるってことだって思ったんですよね。自分の能力とかを自分のために使うんじゃなくて人のために使う、はい、って思ってこう編集長をやったりとか、なんかそういう風に広がっていった感じがありますかね。あとはね、よりナチュラルにいたいと思ったんです。すごい変わったんですよね、多分前回の放送の時に言ってた、その自分の役割と期待とかそういうのにこう潰されそうになった時期があったって話をね、僕の回の時にしたと思うんですけど、はい、あれをやっていったら本当にその死ぬしかなくなっちゃうっていうか、その自分が好きだったロックスターみたいに呪われて破滅するしかなくなっちゃうと思って、そういう生き方、そういう生き方がしたいんじゃないと思ったんですよね。変に格好つけないとかもやめやだなと思って、格好つけないことって格好つけてるんですよ、意識して気だるい風みたいな。そうですね、わざと汚い格好するのって多分すごい綺麗な服着てるのと同じ意味なんですよ、ほとんどそのやってることは、あの違うけどアウトプットが根っこは一緒みたいな、あざとい感じの、そういうことなんですね。だからそういうのは一切やめようと思って、人にどう見られてるかとかじゃなくて、自分がどんな服着たいか、はい、どんなことしたいか、何を食べて誰と会って、うん、どんな音楽をしたいかっていうことに正直に生きるっていうか。素敵ですね。それで、はい、それでなんか書き物とかもう恥ずかしげもなくやれたりとか、はい、してるのかなって感じがしますけど。あのすごく何でしょう、地球の環境のことだったりとかそういうのにも The Future Times などでは取り上げてらっしゃいますが、はい、再利用のエネルギーだったりとか、はいはいはい、そういうのも特集されてますよね。やっぱりなんかこれもあとね、恥ずかしいなと思ったんですよ僕。意外とね、その恥ずかしいかどうかっていうのは自分にとってのとっても大事な尺度で、例えばなんだろうな、社会参加とか政治参加とかをしないこととか、多分俺自分の孫とかいないですけど、おじいちゃんあの時何してたのって言われて説明できないような人生送りたくないなっていう気持ちもあって、はい、それでなるべくこうなんか社会にちゃんと関わりたいし、しっかり間違ってもいいから考えてたいし、あのエネルギーとかもね、いろんな人が自分ごとにしてかなきゃいけないと思ったんですよね。僕も恥ずかしながら、うん、音楽ってノンさんもやったら分かるけど、やっぱ電気使うじゃないですか、はい、使いますね。こうなった時に、はい、その東京の人たちが無自覚に使ってる音楽って新潟だったり福島だったりいろんな場所から送られてきてるもの、ね、うん、だったりするわけで、うん、まあ、もちろんね、首都圏で作ってる電気もあるでしょうけど、あら、エネルギーとかってなんだろう、か無自覚に使ってるけど それによっていろんな人の人生を変えてるし、あ、似たようなものっていっぱいあるなとかって思ったんですよね。 Not in my backyard って言うんですけど、自分のバックヤードになければいいものみたいなね、それは人に預けるやらすんですよね。例えばゴミ処理焼却場、はい、火葬場、はい、身近なとこで言うとゴミの最終処分場とか、自分の家のバックヤードにあったりなんかちょっとって思うもの、でも誰かがとかどっかの地域が引き受けてるとかね、それは原発もそうだし、はい、基地もそうだみたいな感じで、僕にとってはエネルギーを考えることだけじゃなくてね、そこだけみんなに見えてるのかもしれないけど、本当はもっとなんて言うんだろう、
自分がいかに当事者として考えてこなかったかを反省してるって感じですかね、イメージ的にはね。目の当たりにするとすごい自分ごとになっていきますよね。行ってみるとかすごい大事だと思っていて、例えば六ヶ所村行ってみるとかね、すごい遠いんですよ。青森までも遠いけど青森からもさらに遠いとかね。あとは辺野古に行ってみようとか、はい、沖縄をレンタカーで回ってみようとか、そうするとなんか沖縄の地図を見ながら、あれ、はい、ここ全部グレーだけどなんだろうみたいな、あ、ここ日本の土地じゃなくなってるみたいな、その広さとかに気づいたりとか、意外となんかネットだけとかで調べてると分かんないけど、体を使ってこう行ってみると、ああこんなに遠くの人たちに代わりにやってもらってるってことに気がつくというか、そういうなんていう、めんどくさおじさんなんです僕めんどくさおじさんめんどくさいおじさんなんです、めんどくさおじさんなんです、めんどくさいなあの人って思われてるんですけど、でもだ結構大事かなと思って、その自分の体でちゃんと感じて考えることって、うん、はい、大事ですよね、うん、現場に行くのって結構大事だと思うんですよね。だからね、でもなんかそう、のんさんもきっとね、このコロナ禍が落ち着いて、まあ、音楽でツアーやってみようとかになって、いろんな街に行くことがあったりすると、よりなんていうんですかね、音楽が不思議だなって思うっていうか、僕だってブラジルのフォルタレザっていう行ったこともない、初めて聞いたような街に行って演奏したことがあるんですけど、はい、やっぱりすごい不思議ですよね。日本でも不思議、僕鳥取とかでライブした時めちゃくちゃ不思議だなって思いました。何が不思議だったんですか。だって僕静岡に生まれて鳥取に音楽しに来ることなんて想像したこともなかったのに、こんなに人が自分の音楽を聴いて待っててくれたっていうのが、でもそうじゃなかった、そういうことしなかったらなんか CD が何枚売れたとかしか分かんないじゃないですか、ね、CD の売り上げ枚数だけしか分かんない、うんうん、でそうなってくるとなんか自分のやってることに手応えがなくなってないという感じられないような、うん、なんか、はい、売れるってどういうことなんだろうとか全然分かんなかった時とか、若い時とか、でもね、はい、ツアーしたらすごい元気になったんですよね。元気になったっていうかね、うん、エネルギーをもらったんですよ。いろんな、こんなに日本って大きくてこんな人がいて、はいはい、あ、こうやって音楽が届いててこんななんかいい顔するんだみんなみたいなことを見れると、あ、自分が音楽を作ることにこう迷いとかもちろんあったんですけど、で悪口言われて悲しいとかそういうの全部飛んでくっていうか、うんうん、ああここに意味があるみたいな、ここに美しさがあるとか、はい、エネルギーがあるって思って、はい、今それができないのね。そうですね、ね、辛い時期だなってちょっと思ったり、またできるといいなみたいな気持ちですけど、うんうん、そうですね、できるといいですね。でも、はい、きっとまだね、これからいろんな街に行かれるでしょうから、そうですね、みんな待ってると思いますよ。あの奈良さんと地方の学校のお祭り、奈良吉友さんと、はい、あ、はい、北海道の奈良さんのね、奈良さんのひどいね、ペロペロの奈良さんのカラオケに参加しましたよそれも人前でカラオケやるっていうね、なんかね、奈良タイムみたいなのがあったんですよ、はい、なんかその奈良さんがずっとね夜中にやるみたいな。あ、そうなんですね。ブラフマンの敏郎さんと奈良さんが二人で管巻きながら、ずっとなんか観客に絡みながら自分の好きな歌とかを歌ってでそんな感じだったんだ。そうそう、ゴッチも来いって言われて、じゃあお前も歌えみたいなこと言われて、はい、でカラオケですけど、で歌詞カードも何にもないんですよ。ただ奈良さんが、そうなんですね、はい、奈良さんが自分の Mac から iTunes の、はい、音楽をすごい爆音で流して、それに合わせて歌うっていう、はい、すごい面白い時間でしたけどね。愉快な人ですよね。面白いですね。なんかあの奈良さんにもゲストで来ていただいたことあったんですけど、はい、その時そのお話聞いた時はめちゃめちゃいいイベントだったんだなって思って聞いてたんですけど、そんなベロベロだったとはいやでもね、そのまあ芸術祭みたいのすごくいいですよ。その北海道の、はあ、白老っていうところである、白老、そうなんですよ、そこの芸術祭すごく良くて、まあ、森を作りながら皆さん活動されてて、はい、廃校、まあ、昔学校だったところを、ね、舞台にして、でアイヌのウポポ歌を歌う、みんなで歌ったりとかね、
夜通し音楽したりとか、いいですね。そう、僕は一昨年か古川秀夫さんっていうあの小説家と一緒に、はい、あの夜に朗読させてもらって、はい、すごいもう森の中の小屋みたいなところであの、はい、ノイズ、ギターノイズを出しながらこう古川さんの小説を読むのを聞いて、はい、僕も土地で混ざっていくみたいなやつをやったんですけど、なんか想像しただけで素敵ですね。でもノンさんもそこ合うんじゃないですか。白老がパニックになるかもしれませんけど、森の中ね、あ、でも大友さんも昔で出られてましたよ。そうなんですね、はい、大友さんなんか札幌の芸術祭の監督みたいなのやってましたね。多分その頃白老のその芸術祭にも出てましたんで、飛び湯キャンプっていうんですけど、 その飛び湯でもノンさんとか行って、それこそ大友さんとかとやったらいいんじゃないですか、はい、すごい素敵だと思いますよ。いや楽しそうです ね行きたいです。なんかお客さんもすごいあのいい人たちばっかりで、ああそっか、うん、いいですね。北海道では、はい、で北海道のなんかその美味しいものも食べられるというか、あのお店も地元の人たちが出してるんで、あ行きたい、食べて食べに行きたいですねじゃあいいじゃないですか。それで大友さんと演奏した後に夜は奈良さんのところであの変なカラオケに付き合ってもいいですカラオケいいですね、すごいいい夢ができました。いや最高、最高だと思いますよそれ、うん、素敵です。いいじゃないですか、ありがとうございます。いえいえ、なんかそろそろいい感じみたいです。あーよかったすいません、うん、それではイノベーションワールドエラー今回は後藤正文さんをお迎えしました、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。You're listening to J-Wave, Innovation World Era, Podcast.